でそれって別にこうしつこくなんか連絡をするとかじゃないんですよ大きな桃が流れてきておばあちゃんがそれを拾って家に持って帰って割るっていう話じゃない、はい、でもおかしくないだって人生で多分役に立つ人なんて100人もいないから嫌がられないようにぐいぐい行くっていうのはどうやったらできるんですかだ、ね、だからあれ才能だと思う うざかられるぐいぐいもいるけどそういう人ってやっぱ人脈築けないんですよ大したことできないんですよだけど嫌がられずにぐいぐい来る人ってうまいのなんか嫌なことが分かるっぽいねなんか俺はこれ言われたら嫌だろうなそうなるには相当相手のことを調べなきゃいけないし例えば調べりゃ分かると思うんだけど俺甘いもんってっあんまり食わないわけだけど地方とか行くとあのこれ 地元の名物のまんじゅうなんですけど、うん、食べてくださいって言われるじゃん、はい、あー食えねえなこれとかって思いながら、うん、まあまあでも、まあ、ありがとうございますって言って、はい、受け取って誰かにあげちゃうんだけど、うん、そういうこと一つ一つつをやるの大変でしょそうですゃねだから僕に例えばそういうものじゃなくてめちゃくちゃ美味しいブルーチーズとかわかんないけど<え>そういうのくれたらうわうしいなって思うじゃん、うん、それだけで全然印象違うじゃん。 くれた人の顔なんか絶対覚えないでしょ <laughs> 覚えられないねなんだよこいつなまあ別に言わないけど、うん、頭の中ではあんだよこいつ俺が甘いもんあんま食わないの知ってるだろう。うん、っていうかそれぐらい調べてこいよって言わないけど頭の中では感じるわけじゃん、うん、みたいなことですよ一時が万事ああファンの子とかからさ、はい、なんか贈り物とか届くでしょそうですねたまにすごいああ嬉しいみたいなのあるでしょたまにありますね。 それはやっぱセンスの問題ででもそれやっぱ相手のことを考えてるかどうかっていうほとんどのプレゼントって大体自己満なんですよ自分のことを送る相手のことじゃなくて自分の満足しかない<ー>自分はあなたたにここのプレゼントを送ったことで満足してるわけだけど本当はあなたがどう思うのかってのは大事なわけじゃないプレゼントっていうのは、うん、だからプレゼント一つ取ってみてみもあるんですよ確かに何か本当に自分が嬉しいって思ったプレゼントって その人の人こと、やっっぱ印象に残ってまああ嬉しいなって思って印象に残るわけじゃない、はい、で印象に残らなかったらプレゼントに意味,意味ないじゃん <laughs> プレゼント送ったのに嫌われるっていう <laughs> え何の意味もないわけじゃん <laughs>、はい、損してるわけじゃうん、うん、でも人間って多分そういうことの積み重ねのような気がします。ぐいぐい別に行かなくてもいいんだけど自分のことを,を覚えてくれて自分をこう仕事で使ってくれたりとか知ってほしいわけでしょ、はい でそれができればいいわけじゃん。はい、でそれって別にこうしつこくなんか連絡をするとかじゃないんですよ。うん、この人が自分を何か求めているときにタイミングよく連絡をすると仕事ってパーンって決まるんですよ。俺もだから、はい、例えばなかロケットの会社にめちゃくちゃお金がかかるんですよ。闇雲にお金くださいって言っても多分ダメで、うん、タイミングってあって。その時にこうちゃんとお話ができるかどうか。で相手に負担をかけず。 なんか相手が喜びそうなことを企画しながら工場とかに連れていくとじじゃあお金出すすよみたいな感じにな感にるんで,すでそれはもう何にしろタイミングだしあとまあそのタイミングが来たって思った時にそれを逃さないための努力逃さないための基礎体力づくりじゃないけどっていうのは大事かもしれないなんかちょっと勇気を持ってそこに飛び込むとかうん、うん、アイドルやるのもなんかきっかけがあったんでしょう確か。 そうですね最初は最初はなんか違ってたんでしょうグラビアをやるっていうふうには自分では思わなかったんですけど、うん、たまたまオーディションの話を頂い,いてグラビアのちょっとやったことないけどチャレンジしてみようと思って、うん、受けたらいい方向にいたって感じ、うん、そうそうそうだからそこでやらない人もいるからねいい、はい、ていかやらない人のほうが多いんですよよ。まあ、よく僕が言う「あの桃太郎」のお話をよくするんですけどうん、うん、そういう時に「桃が大きな桃が流れてきたの」のをおばあちゃんが。 拾ったのはわかるよね覚えて、はい、知ってるよねわかりますだけどさあの話って普通にみんな子供の時から聞いてるから、うん、何のこう違和感もなく大きな桃が流れてきておばあちゃんがそれを拾って家に持って帰って割るっていう話じゃない、うん、でもおかしくない、はい、そもそもさ川にさで洗濯しててさ大きな桃が流れてきて拾わないでしょいや拾わないですね、うん、ほとんどの人拾わないと思うはい すごいことしてんだよ、あの夫婦は。<laughs> でも、あの桃を拾ったおばあちゃんは。すごい人なんですよ。だけど、多分、桃はね、よく流れてきてるんですよ。割と。桃っていうのは、つまり、チャンスなんですよ。なんだけど、チャンスを、チャンスだと思わない人。チャンスが、なんかリスクがあると思っちゃう人。うん、ほとんどの人は、桃を拾わないんですよ。うん、怖いですもん,なんか。うん。そう、怖いんだけど、そこ。あえて拾って、割ってみるっていうのは。 意外ととみんんななやららいいいからでそれを習慣化するといいんでするでよだから僕チャンスだと思ったらスケジュール全部変更するもん例えばすっごい人とのアポイントメントが取れて相手が「この日しか空いてない」ってなったらもう全力でずらすもんスケジュールを「あ<ー>ここで会うめちゃくちゃ大事だから」って言ってもう周りの全キャンしてもう正直にちょっとすっごい重要なアポイントメント入ったんで <laughs>、はい、すいませんあでもそれぐらい やんないと大きなチャンスはつかめないっていう。いや、なんか何回かあるのでいいんじゃないですか。うん、だからそんな別にぐいぐい行かなくてもいいんですよ。<laughs> 普段から別に。それよりも相手のことを考えて、丁寧にあこの人大事だな。だから、それをさいろんな人たちにしようとすると多分疲れるんですよ。うん、だって、人生で多分役に立つ人なんて100人もいないから多分多くて10人20人だから。 大事にした方がいい人って、うん、その人だと思ったらその人を大事にするからすし、うん、この人どうでもいいやと思ったら適当に付き合ってれい、うん、じゃそんなみんなにグイグイ行かなくてもいい、うん、で人を絞ったらだから要は同時に10人20人じゃないからね、うん、多分1人とか2人しかいないんですよ、はい、今大事な人って多分、うん、その人だけちゃんとケアしてればでもその人は別にグイグイ行くっていうよりはその人が好きそうなことをするとか、うん、その人を大事にする